はい、皆さんこんにちは。シミ数の主です。今回は中学校3年生のいろいろの関数というところでガウス記号が出てきます。言葉は出てきませんが、そういった関数が出てくるんですが、今回は記号を用いながらやっていくという形で、説明があって理解していくという形なので、すごく難しいような問題です。それではやっていきましょう。例えばルート x の整数部分が2だとしましょう。そうすると 2.ららららという形なので、2を含む3より小さい数になります。そしたらこれを2乗してみるとこんな数になります。この理由は何だっていうと、はい、4から9の範囲、これは何だっていうと4、5、6、7、8と4から8の数字を言うと整数部分は2になるという形です。なのでこの5個を求めるためには9から4を引けばいいという形です。そしたら5個と出てきますね。この時に含む含まないで足したり引いたりすることがありますので、ここは気をつけるべきです。そしたらこのテクニックを用いながら解いていこうかなと思います。そしたら今回整数部分が A だということが分かっているので A にしておきます。そしたら1個足せばいいので A たす1という形になります。で、範囲の時は2乗で求めたいので、2乗するとこんな風に表すことができ、これを大きい方から小さい方行けばいいという形です。なので大きい方から小さい行けば111個だということが分かります。そしたらこういった方程式が出てきます。これを展開して計算していくと 2A は110だということが分かります。そしたら A は55だということが正解です。今回の問題はこういった数字で置き換えてしっかりと理解した上で文字でやっていくと解けるような問題でした。よかったら皆さんもやってみてください。そういった形で、それではまた、バイバイ。じゃあね。